て、それでは続きいきましょう。 B ブロックの2回戦2個目ラストですね。まあホギー名称アンマーサイクリプス、大前ラディナメス、スーパーパイロットハイニュー、ザンジスローネでお願いします。いやスローネこれハイニュー以外の組むと厳しいんじゃないですか。これハイニューと組みたいとこですね次もうやったらあれですからね、決勝ブロックですから32人トーナメント超速いから、1時間実はかかんないんじゃないかな、うまくやれば。さあステージマニューピチからのおう、ディナメススローデドライ1体エクリプスフェスハイニューと、何打つそうかな、ハイニューかな、いきますか。名称進化、名称進化の経験ってどうなんですかね、やっぱ移動力速くなんですかね、白馬人的な。さあミハニーが今うまいこと寄ってきましたね、2発目当たりませんでしたが。さあファンネルの追っていく、まあ、味方がエクリプスフェイスが進化するまである程度守ってあげつつもって形になりますね。あちらは前衛出てこざるを得ないんで、うまいこと引率しないと体力が減って進化あるいは巨剣進化はちょっと厳しい。さあ目の前で展開したところを当てられる、ステフィ、リゲール、ピンファンネルを置いていく、そしてここは合わされた、相手も建物を利用しながらもう射撃戦完全展開中なんで非常に面倒い。いやーこれは弾かれるでしょう。がうまいこと誘導捕まえた、ブー角から直射まで、さあ下角横角ここを知る。さあエクリプスはここで進化しているうまく追い上げていきたいところ。ステフィライフル折りから横角は刺されない、差し返すが相打ち、だがこっちは拾います。さあ出し切りで降りていくが、ここは危ない、特殊外した、相手は偶然使ってるっぽいんでここは落としきる。さあ名称砲に巻き込まれるいやーやばいですね、これエクストリーム名称キャノンですからね、しかしこれやばいですよもうこっち3025ですからね、今の引き方すぎて結構厳しい。さあ相手はブンブンしてくるでしょうね、残り体力少ない方に。さあこっちは2戦こそ追い回しているが、いやーこすってますね、こすってますね。ここは覚醒で何とか逃げてもらいたい、ライフル行くがミサイルダウンまで。さあニューガンダムは盾じゃないからやって特殊アタックが蹴っ飛ばされる、サッカーから受け身取ったらそこは射撃で落とされると、勝利者の大勢のアデナメスと、ザンジスローネですね、おめでとうございます。それでは、ブロック決勝ブロックかいきましょう、負けても3決ありますので帰らないようにお願いします。さあ A ブロック決勝グラシアスターン A、画面見てません名称クシャトリア、ウェンズデイホビデンエスコニアンデッサイズでお願いします。負けても3位決定戦ありますんでね、おまけに紅白戦もあるんで帰らないでくださいね。はあ早くアリオスと3号機来ねえかな、同タイミングで来るらしいけど、いやこそ戦でいいと思いますよ、お前らこそ戦の強さ分かってねえからアリオス線で線のコスト調整とか超慣れてますね。さあ次はハイコロニーから、いやー勝ち上がりですね、ソニアンさんたちは結婚した方がいいですね。さあじゃあどうしますかね、何がいいんだろうって、スサイズかパン A かなって感じですが、はい行きますか、受けてみるか、起爆させます、イエシェ、指導が続いた、なんとかちょっと危なかったですけどね、今フレーム的に。さあフレスベルグ、ここはまずは左フックで吹っ飛ばされた。さあメインからメイン投げられて、さあ横角すりつけて今結構ダメージというか先に取られますからね、ここはうまいことまず突破で距離離してと言いたいところですね。さあここはメイン2射打ってくる、そしてトーラス、
さん打って今の味方の飛車取りの射撃にかかったところを取っていくというスタイルでもいいんじゃなかろうかといった感じですが、ここで右フック、さあバルカンが振ってくる、が特殊なんとかやってくれた。さあここで核弾頭をとりあえず投げるが、まあ、うまいことシャトルのサポートメインに触れてますね。ダメージがちょいちょい取り返してきている。さあレルギャノン破壊してシュートバッシュ、まっすぐ突っ込む、まっすぐ突っ込む、怖いところ。さあサマソサマソシードバッシュからフランを祝い終えない。さあメインが落ちて残り3000。さあここはカチッと切り替えていきたいところ。うまいことフランたちが蹴っ飛ばしてくれる。さあどうだ、ここでデスサイズ覚醒からハンマー振り回してとりあえず寄せつけない。さあ邪魔様子を見るバルカン、バルカン、さあ距離を離されていくが、特殊がこれはガードされていたか、オイルうまくガードしている。さあここはうまく射撃点を振り広げているものの、飛車取りの被弾もいっている。やはり3点が試合引っ張らないと厳しいっちゃ厳しいですからね。うまくやっていきたいところ。さあ目の前で乾燥したところぶん投げるが、ここもちらもぶん投げられる。さあバルカン強よろけからメインレールキャノン2発受けて、さあうまいことここで結界張ってデスサイズ落として、さあぶん投げるシールドバッシュハンマーから降りる。さあ味方の合流を待ちつつじりじりと戦っていく。さあハンマー残り1500こそ少し遠いが火力はあるんでうまくいければといった感じか。さあワンチャン巡ってきた、コビル止めれるか。ストレザーが覚醒維持からラインレーザーを背にしつつ、さあまずはワンチャン邪魔で来るでしょう。さあ特格の森は避けられないがハンマーなんとか生き残って、さあシールドバッシュメイン飛ばして、さあ左フックに引っかかったかな、フレスメルクでしょう。勝利したのはメンズイホビーさんと、ホビーとエスコニアンデスサイズですね。まずは優勝決定戦進出、負けてしまいましたがグラシアスさん、画面見てません名称さんは、3位決定戦です。よろしくお願いします。これでは B ブロックの決勝戦入ります。アリス・キュベレーマーク2、シンシハンブラビ、ライゼンラーディナメス、ザンジスローネでお願いします。1000、2000、2000、2000ですね。さあやっていきましょう。アリス、シンシ、ダイゼンラー、ザンジ、キュベマーク2、ハンブラビ、デューナ、スローネ。スローネ的には誰と組んでもこれどうなのって感じなんだよね。本当によし、なんちゃら格闘振ってこいよとはさすがに言えない。ワンチャンハンブラビと組めれば美味しいのかなって感じですけど。ドッグファイトライン始め。さあロンデニオンステージから組むのはスローネ、あーキュベレマックス、そしてハンブラビデルメスとめんどくせえ組み合わせ。どうしよっかな、こっち行っときますかね。かなりシンさんのハンブラビがさっきクモの巣を使ったりいろいろ面白い面白強い感じだったんで、さあまずは狙い撃ちでキュベレからダメージを取っていく。そしてランサムダンサスタンクル呼んで空から砲撃。さあステルスピードをとりあえず使わせてから追ってリロードタイム長くする感じですか。さあ追っていく追っていく、ナムサスダンケルがサボってしまう。さあ予告滑るように打つ、さあ変形逃げるが、さあミサイルポップでこちらが取られたか。さあその間にデナメスがとりあえずダメージを追いながらもキュレンマークスを落としていると、1000コストを落としていく。ダメージバランス的にはまだこちらの方が負けている形ではありますが、なんとかしていきたい。さあ横角、しかし回り込んでしまった、ここは取られる。さあ切り刻まれて
その程度か。さあサブメインと打っていってそれでマックスがダメージを取る。そして狙い撃ちでスローの根からの置き攻めマクヒ手物すすかっていくがここはスマソンだ。さあうまいこと戦争をやはり前に押し出しながらステフィを使ってという感じの立ち回りになりますか。若干疑似になっているので厳しいところですがここはミエリの格闘地さあメインから変形逃げて覚醒さあブースト回復ここを落としてさあ残り3000こそすなわち9秒で外を角ブンブンしているさあ残り2000こそどう追うかさあミハニー一発初段受けていくいやーぶっちゃけこれスローでもより決める2回の方がいいんじゃねえかなとか思っちゃうんですけどね。そうするとねここで覚醒からしかしまずはいなして9秒でマックス覚醒さあまだこちら落ちてないんでこれは非常にまずい展開ステフィがついてるから狙いづらいさあメイン一発キュベレ落とすこれはもう腹くくったかさあ横角刺さるここは逃げを選択横角振りますがラマサスタンケルなんとかバーを破壊したかメイン2射落ちてさあデュナメス逃げれるかここからもうダブルロック受けるでしょうさあまずはジエ一発そして前を張っていくがここは一回取られてしまうが特殊振り向きで打ってパラしやがったこいつ勝者をパラしおった勝利したのはデュナメス、ハンブラビですね新種ハンブラビー大戦ラディナメスとなります。おめでとうございます。さあ、3位決定戦先やります。グラシアスタン A 画面見てません名勝者トリア、アリスキュベレーマーク2ザンジスローネでお願いします。まず3決ですね。3決お願いします。その後に優勝決定戦やりますんでお願いします。グラシアスさん画面見てません名勝さんアリスさんザンジさん三決やります。3位決定戦アリスさんとザンジさんお願いします。あザンジさんおったわオッケーオッケー、ですね。さあステージも決まりましたね。3位決定戦やってみましょう。なお本日は優勝商品のみご提供ですね。あとは後半戦の方で商品がある形になっております。さあ組むのは先ほどのチームといった感じ。何見てもいいんだけど何見ようかな。じゃあキベマックスでしょ。ここはご祝儀ですね。さあどちら何とかステップ避ける爆弾と撃たれているがここはグレミを取れず犠牲にしてガードしていく。さあ横角様子見てメイン一発さあ格闘を振り返すがここは味方と一緒に巻き込まれたか。さあハンマーは通じてこの残り5000こそいや押し押しになりますね。結構やっぱりこの組み合わせは厳しいがトンネルモード当たらない。いやー千個下がりの男いますからこれ厳しいですね。追ってくる追ってくる痛いもうこれ以上追ってこれない。さあメインサップで降りてハンマー振り回してくるが後ろ回ってメインメインメイン硬直溶けているがメイン一発2発目は取れずハンマー振ってきたメインからうまくダウン取ってさあステリー展開中なんとか一瞬のステリー展開で命拾いしていくだがハンマーで抜けられる。さあ残り4000こそ当たれー当たれー当たれー当たれさあこちらコスト的にはねうまくできてるんでうまく3000-2000ですか3000-2000順押しさせて優先に持ってきたいですね。さあ特殊を
受けていったかどうだ。ここでキシャドリアがそれに覚醒していく。さあ残り4、1000コスト。さあ予告ブンブンからキシャドリアダメージ取っていく。ターンはまだ落ちない。さあラインレーザー、ここは潜り込んでキシャドリアを落としたい。ステヒモ展開、チャンスをもらっている、チャンスをもらっている。さあここで捕まえていってワンチャンオラオラとやっていくが、さあこちらもメインサブ降りしているが結界が怖い。あこれまずい展開、ステフィーで命にです。やろうさあなんとか落とすが月光町コンボが決まって、本日3位は、グラシアスさん大変と、画面見てません名称の記者ですね、おめでとうございます。さてそれでは優勝決定戦いきましょう。勝ったらフィギュアがもらえます。まあプライズフィギュアですね、もらえます。ウェンズデイホビー、スコニアンデスサイズ、紳士ハンブラビー、大前ラテナメスでお願いします。2号が1体、残り2000コストですね。いやーまあ多分優勝コメントで言うだろうからあえて言わないでおこうかなこの大会が開かれていきたすみたいなさあステージフロンティアマンからの勝ち上がり組ですかこれはいやじゃああとはまあちょっといきますかね。サロシールド制御頼むぜ。こいつどうなんですかねこのステージ、結構障害物多いんですけどぶっ壊りやすいんでどっちもどっちかなって感じなんですけど、さあ俺がバズーカ飛んでくるか、邪魔で近づいてくる。さあバルカンめくられてサマーソルト2回渡らず、この一発で剥がして、さあこれはさすがに甘かった。オービー展開しっかり見ている。さあ狙い撃ってくるがここは防壁、そしてデスサイゼルがここでコンボ全開やったか。さあメイン一発2発ダウン取って、シールドもありますからね、非常に面倒だと思いますが、なんとかここで貫通射撃。さあしかしこれ前向いていた方が良かった感じでダウンを取られてしまう。さあ狙い撃ちトーラス君が怖い。さあ疑似体から味方と距離を離していく。さあ後ろ向くと当たってしまう、狙い撃ち逃げて、さあ相手も特殊警戒か、これはしっかり立ち回る。これまずいんじゃない、これまずいでしょう、うん、さあ落ちていく残り2000こそ、まあ、見られますよねこれは、落とした方が見てきますからね。さあなんとか剥がしてダメージ取った。だからホビデの体力が余ってるのがやっぱ厳しいとかありますねこれ。さあ後ろから狙い撃ちダメージ取ってメイン一発。さあなんとか2500落とす。2000の体力も減ってるんでこうその部分合わせたらなんとなくめくってきている感じになりますか。さあ相手も覚醒使って、さあ GN サッカーは入らない。ここは剥がされて覚醒技が入るところダメージ。さあ狙い打ち、とりあえず次だけダメージ取っていくがバルカンサマーソルト、そして一発入ってここで瀕死まで。さあこの攻めしのげるか、味方が助けてくれる。さあメインサブを降りよろけ取ってミサイルポット打っていく。これはもう味方前に出すしかないでしょ。さあオラオラしているがこれはまずい、見ている。特殊打ってトランザムメイン2発、特殊打ってしまうのはフルゼロなんで死んでしまいますと。さあ、本日優勝したのは、ウェンズデイホビー、そしてスコネンデスです、おめでとうございます。負けてしまいましたが新ジャンブラビー大前ラジオですが本日2位でございます、おめでとうございます。それでは優勝商品まず配っていきましょう。スコニアンさん、ウェンズデイさん、とりあえず、誰提供だったっけ今日は。グラシアスさん提供で、こちらワーキングのなんかプライズフィギュア1種類ずつなんで、袋ある？袋ない？とりあえず1つずつお持ちください。ほい、
ほい。ほい。じゃあ、とりあえず優勝コメントもいただきましょう。ウェンズデイさんから先ですね。あ、失礼します。今回シャッフル大会なのに全部相方スコアやったんで固定かと思ったんです。それで前張ってくれて相方入れさせていただきました。お疲れ様です。おめでとうございます。はい、じゃあ次はスコリアンさんどうぞ。あ、そう、頭が真っ白で手足が震えてるんですけど、ちょっと相方が強かったので優勝できました。ありがとうございました。おめでとうございます。じゃあとりあえず、なんだっけ、エキシビジョンやっちゃいましょう。エキシビジョン、どうします。なんか形式はご自由に選んでいただいて構いませんで。なんかよくわかんねえけど運が良かったのかな。まあミラクルってやつですね。あ、じゃあ、エキシビジョンやっていきましょう。さて、僕はね、いや俺やんない方がいいと思うよ。僕はあの前の大会以来のプレーなんで、ちょっとアップデート情報も全然知らないんで、ちょっとやばいですね。何が来るんでしょう。今ウィン、僕まだウィングゼロと戦ったことがないんで見てみたいですね。強いらしいんで。僕は一番期待してるのはもうダブルゼータがあのいい加減すげえ強くなったんじゃないかなと思ってるんですけど、そろそろサブ当たったら、いやかすめただけで死ぬんじゃねえかなと期待してるんですよね。いやいろいろ忙しいの終わったらダブルゼータを検証してみたいと思います。さあそんなわけでエキシビジョン、そう、あ、ランダム？ランダムで赤キメが2体いる。すげえ赤いなこれ。赤いよ。え、これ誰見りゃいいの？だー、どれもわかんねえんだけど。ね、全員 A で行くか、じゃあ。これは倒せない。あ、なんか出るらしいんで、よろしくお願いします。なんで、俺頼んでねえから。頼んでねえかな、もう。さあ、これシューティングゲームお互いやるんですかね。どっちもステレスフィールド貼って、どっちもなんかファンデルモードやればどうなんのこれ。あ、すげえ見てみてえんだけど、どうなんでしょうね。さあ横が、横振り合い、そういうゲームか、そういうゲームだ。さあどうなる。僕実際なんで、半年ぶりに行きたいんであんま喋れないんですけど、まあ特に喋ろうと思ってないんで適当にやります。さて、ステルスフィールド、なんか形状と色似てねっていうことで、なんか赤毛にステルスフィールドが貼られると、まあなんかこいつのものっぽいよなっていう構えもっていう感じがするんですよね。ステルスフィールド貼りながら自分でパネルモードやると、特にそんな感じ。死ねえってこれ言いながらやってる。あれ当たってるんですか。おお、あ、今気づいたんだけど、オタラさんじゃねえかよ、もう一体。失礼ですね。さあ、横のか、なんか格闘能力が相当高いんですかね、この機体。まあでも、あれですよね、微妙な機体って言われといて、一つ強い格闘があるだけで、随分希望持てますよね。なんちゃらエースっていうのは、なんかどう思うの、全部微妙らしいんで、あれも強くなるんですかね。早くパーチが追加されてほしいですね。さあ、戦況は相当、前衛がやばくなってね。前衛は、ザッサンと組んでんのか。多分ザッサンも前衛もあのどっちも使ったこんない時代なんで、これさあどうなんでしょうね。これね、非常に下品でございますね、はい、まあそれがいいんですけど。このファンデルモードというのは、あれですよ、動けない代わりに、ロック距離関係なし、ああ、言ってる間に死んじゃったよ。はい、勝ったのは優勝したペアです、おめでとうございます。これでもう終わりだよね。次、紅白戦かなんかやるんだよね。もう紅白戦やるんだよね。はい、チャララララということで、皆さんお待たせしました。今から紅白戦を行いたいと思います。みんないるよね。いなかったら、まあ、それはあとは流れてるということでやりましょう。ちなみにブロック、チーム分けは A ブロックと B ブロックの人で分かれます。ではちょっと人分ける。じゃあ A ブロックこっち、 B ブロックそっち側に行ってください。よし、急げ。